どうも、中佐夫のゆきです。はい、早速ね、今回の動画やっていこうと思うんですけど、今回はですね、こちらに飾ってある新規取扱いブランドのご紹介をしていこうかなと思います。それがですね、シュガー&コーというブランドになっております。今回ご紹介させていただくにあたって、ブランドのデザイナーさんから、一度こうご連絡をいただいておりまして、その時に、僕自身がこう着用できるサイズがなくてですね、動画にして紹介するっていうことができなかったんですよね。はい、まず痩せろよと、皆さん、とは思うんですけど、すいません、叶いませんでした。もちろん痩せようとは思っていますよ。でも、ほら、ね。心がどっこい。新しくね、サイズ展開が増えまして、晴れて僕も今自分でこう着用しているんですけど、僕も着用できるサイズができたということで、今回はね、こちらのブランドをご紹介していこうかなと思います。きっと、もともと僕と同じように、ウエスト80から90くらいの方もきっといると思いますので、そういった方の参考になったら、僕個人もすごい嬉しいです。ありがたいことにですね、うちのこの YouTube チャンネルをね、メーカーさんとかも結構見ていただいてて、お褒めの言葉をいただいたりとか実はしてまして、少ないチャンネル登録者数ではありながら、YouTuber、お客さんに向けてね、頑張ってやってきてよかったなって思った瞬間でもありました。そんな反面ね、嬉しいながらメーカーさんを見てるってことは変なこと言えないじゃないですか。そういうところをね、プレッシャーも感じながら、ちゃんとね、自分の思うなりの気合い入れてプレゼン紹介をしていこうかなと思います。はい、ではまずね、シュガー&コー、こちらのブランドについてお話ししていこうかなと思います。まず、ブランドのコンセプトなんですけど、砂糖、甘い、他にも様々な意味を持つシュガーという言葉。時には男女の関係でパートナーを呼ぶ際にも用いられる言葉にもなります。シュガー&コーには手に取っていただいたユーザー様が着用を重ねるごとに増していく愛おしさ、いつしか手放したくない存在でありたいという思いが込められております。どのようなファッションにも合わせられるようにベーシックで長年の着用に耐えうる耐久性を根底に置きながら現代のファッションに合わせてスパイスを効かせた、着れば着るほど美味しくなるような洋服をコンセプトとしております。そしてデザイナーさんについてなんですけど、これがまたね、他人事には思えないくらいの部分が多くてですね、なんか恐れ多いながらちょっとこう、親近感じゃないですけど、ちょっと通じるものを感じたので、こちらの方もご紹介していこうかなと思います。まず小学校の時からバスケットボールをされていたらしくて、専門学校卒業後、普通に仕事するのが嫌だなと思っていたらしく、思い切ってね、静岡県が本拠地の実業団チームのトライアウトを受けたら、無事採用みたいな合格が来たらしく、入団されたそうなんですよね。で、これはね、僕もバスケットボールやっていて、高校時代試合中にね、前十字靭帯断裂っていうちょっと大怪我をして、もともと才能もなかったんですけど、なんか大きな怪我をして、そこから立ち上がるど根性みたいな、そこで生まれたっすかね。懐かしいなぁ。痛かったなぁ、あれ。そしてデザイナーさんが、退部されてから関西に戻ってきて、バスケ以外でこう自分が本気で打ち込めるものと考えていたら、昔からこう通っていた大阪のタイニーさんで働きたいという旨を伝えた時に、そこで就職することが決まったそうなんですよね。で、その後神戸の店舗を任されるようになって、タイニーさんでアパレルの楽しさとか厳しさを学んでいくうちにつれて、今度はこの作り手の方に興味を持たれたらしくて、中でもデニムが好きで、ちょうど求人を募集していた大阪のデニムメーカーのフルカウント、こちらの方に入社されたそうです。フルカウントでは営業として、各店舗さんへの窓口を担当したりとか、その後プレス企画の業務にも携わって7年間ほど勤務されたそうなんですね。展示会や営業先で商品の説明をしているときに、聞き手側の方々は、本当にフルカウントのものづくりに対する思いに感動していただける場面が多く目の当たりにしていくと、いつかこう自分でもものを作って、自分のブランドを立ち上げて、こんな風に人を感動させたいと思い、当時生産業務を担当されていた大岩さんと2人でブランドの立ち上げを決心されたそうです。本当にこう共通する部分といいますか、感じる部分があって、僕自身も神戸の方で、チューズで働く前に働かせていただいてて、その時にリアルマッコイズっていうブランドにいたんですけど、そこもね、結構そのデニムとか洋服とか縫製とか、すごいこだわりの強いメーカーさんでして、なんかそのバスケで通じたとか、関西のブランドで通じたとか、そのものづくりに対する思いとか、本当に共通する部分が多くてですね、今回動画をこう作るってなった時に、デザイナーさんにこうご連絡を取らせていただいたんですけど、ちょっとこうびっくりしちゃいまして、なんでね、これから僕の人生においてもそういう道もあるんかなってちょっと思ったりもしました。
はい、ではそんなブランドのシュガー&コーの定番品でもあるブランドコンセプトに沿った実にらしいデニムパンツを今回は紹介していこうかなと思います。それがですね、こちらのパンツになります。シュガー&コーのスタイリングの軸となる定番のスラックス型のデニムパンツになります。スタイルを選ばず合わせられるようにベーシックなストレートなシルエットで履きやすさを重視してウエスト部分にゴムが入っております。これにより体型に合わせて生地の余分なゆとりを解消させてウエスト周りがスッキリとし、体型問わず履いた時のシルエットがもう抜群に良くなるんですよね。生地にはオリジナルのデニムを使用し、そのオリジナル生地でも横糸がブラックのためいい意味でデニムっぽさがないと言いますか、履き始めはこう一般的なツイル生地みたいな感覚に近いんですけど、その縦糸に色打ちをするインディゴとかロープ染色した糸を使用しているため、デニムのように着用を重ねるごとに色落ちしていって表情が変わっていく経年変化がとても楽しめます。そして特にこれ何がいいかと言いますと、一般的なものってその白色の糸とその染色された糸を使うんですけど、そうすると色の濃淡ってすごい、分かりやすくくっきりと黒から白に変わるみたいな色落ちが出るんですけど、これを黒糸にしてるっていうことは黒からグレーになって白に変わっていくので、一般的なジーンズとの色落ちの仕方がちょっと変わっていくんですよね。そういったところでもね、一般的なジーンズは違った経年変化、表情が楽しめるパンツになっております。そして何より個人的にパンツのシルエットがすごく気に入っているんですけど、明確に他のデニムパンツとの差があるんですよね。それがですね、パンツのテーパードのかかり方になります。テーパードってなんかこう細くなっていくことを言うんですけど、一般的なジーンズの細くなるテーパードのかかり方がですね、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、こう横に細いんですよ。こう横にテーパードかかるというか、ところがですね、このシュガー&コーっていうブランドのパンツはですね、横じゃなくてこう縦に細いと言いますか、こう縦に細い、ちょっと分かりづらいと思うんで、多分この辺編集でね、分かりやすい画像とか流れてると思うんで、ぜひそちらの方を参考にしていただいて、でこの縦に細くなるっていうシルエットが、まさしくスラックスなどの結構きれいめな印象を求めるパンツによく見られる形になるんですよね。なので他のこうデニムパンツと区別化がされていて、こうカジュアルが多いデニムをですね、よりシックフォーマルとはこう言わないにしろ、着用してる人の着こなし方をきれいな印象に持っていけるんじゃないかなと思います。おしゃれってですね、シルエットってすごい不可欠やと思うんですよね。これがこうあるべきとか、ファッションの常識みたいなやつ、そういうのを覆した時に、僕らがこう見慣れていないもの、そういったものをこう着こなすとか履きこなすことによって、ある位置のバランスが崩れてアクセントになって、こう見る人が、この人おしゃれだって感じるとは思うんですけど、いい意味で期待を裏切ってくると言いますか、そういったこのバランスとアンバランスなものがこのパンツには出ているんじゃないかなと思います。普通ではこう相見えないものですかね。難しい話になってしまったんですけど、簡単に言うと大人カジュアルってやつです。スラックスのフォーマルなイメージをですね、デニムの生地で緩和してカジュアルシックとでも名付けましょうかね。シック、落ち着きのあるとか洗練されたっていう言葉なんですけど、それとカジュアル、これはもう皆さん分かると思うんですけど、こう気軽にくつろいだとかラフなみたいな言い回し方、この2つをね、こう融合させた感じが近いですかね。デニムイコールジーパン、このイメージをぶっ壊してボロくなったらかっこ悪くなると言いますか、こう廃れていくとイメージのあるスラックスをボロくなってもかっこいいデニムで作り、アメカジスタイルだけではなく様々なジャンルにリーチできればと思い、こちらのパンツをブランドの初めに作られたそうです。このデザイナーさんたちの思いも込みでアイテムとして、今の世の中のファッションと非常にマッチしたブランドを代表するパンツになっているんじゃないかなと思います。はい、皆様いかがだったでしょうか。今回ご紹介させていただきましたパンツたちはですね、すべてデニム生地を使用しておりますので、もちろん経年変化というものが生まれていきます。メーカーさんから色落ちのサンプルもいただいたんですけど、すごく色が変化していくんですよね。中でもこの真ん中にあるグリーンっていうカラー表記のこのパンツなんですけど、ちょっと変わった色になってるんですけど、このパンツがですね、数年履き込んだら、こういう色に変わっていくんですよ。じゃん、なかなか変わってるでしょう。あんましこう見たことない色の変化と言いますか。でこれもね、裏見てもらうと分かるんですけど、ちょっと黒糸と色糸を混ぜて作ってるから、ここからこういう変化していくんですけど、その過程もね、多分今まであるパンツとは
全然違った過程で生まれてくるんじゃないかなと思います。まあ、デニムはボロボロになってもかっこいいと思われる唯一無二の素材だと思うんですよね。まあ、レザーとかでもこう言われるんですけど、新品ほどダサいものがないと言われるように、まあ、こっから変わっていくまでにはたくさんの持ち主のドラマがあると思うんですよね。まあ、そんなねロマンを感じるのが自分はデニムであり経年変化なんじゃないかなと思います。まあ一種のアルバムみたいなものですかね。まあ、初めて買ったデニムがこう自分が成長して大人になっていくうちにつれてこういう風に色が変わっていく、ふと今の現状のパンツを見て、あ、色変わったなと思いにふけるっていうのも風情があっていいもんですよ。まあ、皆さんもねぜひ一度こういった経年変化っていうものがしっかり出るパンツとかものを楽しんでみてはいかがでしょうか。まあ、僕で言うとその令和になった瞬間に買ったパンツがあるんですけど、あいつもね結構こう色落ちが出てきたので、あ、例えば僕今26の年なので30歳になった時に、あ、これ令和元年のパンツやなとかでこう思いにふけるとまたちょっとした楽しみも増えるんじゃないかなと思います。まあ、今回動画を撮るにあたってそのデザイナーさんである高橋さんと連絡を取らせていただいたんですけど、まあ、その際に福井県のシューズ、まあ、うちのショップですね、まあ、うちで言うと30今年で2年目になるのかな、創業してから、まあ、結構昔からあって、こう一度は行ってみたいセレクトショップの一つなんだってこうおっしゃっていただいて、うちの社長がこのお店をオープンして、まあ、長い年数お店をやってきたっていう歴史の深さをね考えさせられる部分がありました。まあ、これも一種の経年変化になるんですかね。皆様ありがとうございます。はい、ではこんな感じで今回の動画は終わりにしましょうかね。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。またね。